れた人の人生に寄り添うバッグになってほしいし、まあ僕と同じようにね、このボストンバッグに愛着を持ってほしい。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介するのはこの製品、僕が大好きな、いつも僕が使っているボストンですね。でこれを7メーター級の超巨大パイソン、それで、作ったものを紹介したいと思います。僕がね、あの池田高原に、もう15年以上前かな、帰ってきた時に、池田高原ってもともとエキゾチックレザー、クロコダイル、パイソン、オーストリッチ、それからリザード、もうそういうものに代表されるそういう爬虫類とかね、すごく扱ってたんですけど、僕がもう日常で使えるこういう大きなバッグを作りたいと思ってね、初めてデザイニングした僕の大好きなボストンバッグになります。でこのバッグってあの本当にラフに持とうと思ったらラフに持てるし、きっちり持とうと思ってもこの存在感で、まあ、そういう服装にも負けない、使う範囲の広い面白いバッグだと思っています。普通にこう垂らした時にこういう感じでね、持ち歩くこともありますけれども、まあ、腕を通してこういう形でこういう感じで持ってみたいですね。であとは持ち手が柔らかくて、片一方を袋状にしてるんですよ。こういう形で持った時にすごく馴染むんですよね。で僕は手が小さい方なんだけど、僕でもしっかりとこう握れて、もう自分の形状になっていく。本当にこういう形で普通にこう片付けして、ショルダーで持つ時ってこういう形で、そうするとすごく楽になってる。楽な格好してても一角上げてくれるというか、もう存在感が半端ないから、高いブランドを着ていなくても、例えば白い T シャツ1枚でもこれを持ってるだけで本当にこうみんなが注目してくれるような、それぐらい迫力のあるバッグだと思います。ゴルフでもいいんです、僕は持っていくんですけど、仕事でも少しこうカジュアル面に過ごしたい、例えばジャケットを羽織ってスラックス、とても似合うと思います。でもっとね、その僕が履いてるようなこのダメージーズだけじゃなくて、例えばそのライダースを着てる方、そういう人が多分こういうものを持っても負けないバッグだと思うので、他にもね、例えばあのスーツを着られる方でも、まあ、ちょっとした出張とかにね持っていただいてもすごく似合うバッグだと思うし、というかこれ持ってきたらちょっとそのあれですよね、一目置かれますよね、どこのバッグですかって僕やったら聞きます。それぐらい注目を集めるバッグになると思うし、例えばこの冬とか、まあ、秋とか冬ですよね、そういう時にまあスーツの上からコートとか、まあ、上着を着られてね、このバッグを持っていただいてもすごくこう似合うと思うんですよね。どういうスタイルにもこのバッグを、ね、合わせていただければ、自分のスタイルを作り上げることができる、まあ、一つのアイテムとしてこのバッグが存在できると思います。僕がね、こういう巨大パイソンをねすごくこう大好きで、こういうバッグを作るとき、素材を見て、要は素材の形に合うね、そういうデザイニングっていうのを革から連想して考えていくんです。今回本当にこう皆さんのご好意で、ね、僕の手元に集まったその巨大パイソン、それを前回の製品を作った後に見たときに、ちょうど僕が大好きなこのボストンバッグがすごくこう合うんじゃないかと思って、実は型紙を当ててみたんです。そうすると本当にこう奇跡的にね、端から端まで一枚移動で作れる大きさだというのが判明して、僕の独断と偏見で勝手に作ってしまいました。クロコダイルもふんだんに使ってるんですよね、持ちの部分であったりとかコーナーの部分とかね。もちろんそのクロコダイルとパイソンというのは同じ黒で染めてももともとの素材が違うので、やっぱりその見え方が違うんですよね。それをこう合わせた時にすごくハマったので、合わせたコンビネーションのボストンバッグを作ることにしました。すごいこういろんなものがねこの中に詰まってて、例えばどういう芯材を使おうかとか、型紙には情報量満載なんですよ。設計図、まあ設計図うまいなまあ集まってきた革たちを見て、ちょうどこう当ててたんですよね。こういうふうに見えます。ちょっと余ってるじゃないか思われるんですけど、内側に 1.5 センチぐらい穴が開いてるんですよ。革をねこう乾かす時に打ち付けたりした時の穴だと思うんですけど、そこはやっぱり使えないので、ちょうどの距離でこの胴の部分が入ったんですよ。
本当に奇跡的だと思うんですけど、ほんまに3枚だけあったんです。この製品の最大の売りっていうのはこの超巨大パイソンなので、前面のすごく大胆に使ったパイソンを受ける、そこはやっぱりパイソンで行きたいので、この真ん中の大きな鱗がずっと行って、でそこも同じような形で真ん中に大きい鱗を持ってきて、後ろ側に回ってつながっていくっていうパイソンの流れを作りました。これがあの池田工芸の、まあ、本当にオリジナルのシルククロコダイルなんですけど、このサイズってもう45センチぐらいあるすごく大きなクロコダイルなんですね。でちょっとまたあの型紙ですね、これ1本分です。この尻尾の部分ですね、まあ、ここでこういう形で2枚入れちゃうんですよね。尻尾っていうのもすごく柔らかくて肌触りがいいので、まあ、そこをメインに使ってます。でここを下まで回り込んでるんですね。こういう状態で入ってるわけです。でこれが2枚いるわけです。まあちょっとざっくりですけどこう入るわけですよね。エルメスだったらバーキンとかケリーのかぶせるとか前の部分に使うような部分、そこを大胆に使ってます。それがまあこちら側にもあると。あとコーナーですね、結構このバッグの肝なんですけど、これがまあ前面2枚、後面2枚なわけですよね。この隙間でこう取っていくんですね。で、まあ、顎の部分を使いながら4枚取ります。細かいパーツですよね、こういう部分とか後ろ側を見るとこの台がありますよね。そういうものをこの隙間で取りながらこの1枚から切り出して使っていると。この大きさのクロコが丸々1枚と超巨大パイソンの特に太いところですね、使った超贅沢なボストンバッグなんですよ。中に入っているものを抜いてみたいと思います。この開ける音ちょっとドキドキしますが、ね、何が入ってるんだろうと、まあ、実際紙なんですかね。でこんだけのものが一応入って、それまあ抜いてね、こう手を離すともうこうこんだけ食ったりしていくんですよ。置いた時の立ち姿がすごくかっこいい雰囲気を出すんですよね。だからよくファッション雑誌でソファーの上とかにバッグがポーンと置いてあってくたっとしてるような画像があるんですけど、それを自分が持っているこのバスボストンが表現してくれる、貼る部分とくたっと乗る部分っていうのがすごいいいフォルムを醸し出してくれるかなと思ってます。この街の形状なんですけど、この形状があるからこそこのクタッとした表情も出やすくなるんですよね。型紙のそのセンスっていうのはバッグにすごくよく反映される。これって池田工芸の伝統なんですよね。なので僕はこのバッグを初めて作った時に一瞬で惚れましたね。経年変化ってどういう風になるんですかっていうご質問が多分あると思うんですよ。ちょっとあのここに革があるんで、ちょっと今から実演したいんですけど、ここの、まあ、大きい鱗ありますよね。もちろんバッグなんで、要は体に沿わして使うと体に自然にこう擦れる。そうするとね、ちょっとここを、ね、やってみると分かりますかね。あんまりこう強く擦ってるつもりはないんだけど、こんな光沢が出てくるんですよ。でこれが使い方によって全部光沢が出るんではなくて、まあ、自分なりの光沢感っていうのが製品の中に生まれてくる。例えばここですよね、こういうところも本当にこうとちょっと光沢が出てくると思うんですよ。わかるか、見える、いいね、うん、そう、こういう光沢感がね、使い込むうちに出てきて皮を育ててる、そういうような表情になっていく。そういうのがこの今回の製品においてもすごく面白いところかなというふうに思いますね。ちょっと表面がセンスがちょっと立ってるんですよ。それが寝ていくとやっぱり出ていく。クロコの部分ってちょっと光沢感がありますよね。でパイソンの部分ってちょっとマット感があるんですけど、この光沢の差っていうのが少しずつこう馴染んでいくようなイメージになるかなというふうに思います。ファスナーポケット、まあ、ここに JRA マークつけてます。この識別ナンバーがあることによって、僕たちが属している爬虫類組合っていうのはどこが作ったバッグなのかっていうのをこう分かるようにしています。
ネーム代は、まあ、本当にちょっとわずかなんですけど、まあ、ゴールドパイソンの土台を作って、その上にシルクロコダイルで重ねてこういう見え方をするようにつけています。ここにはホックのポケットがあるんですけど、お財布専用のようなポケットですね。で、前胴側はポケットが2つあります。ここ一番重要ですね。最大の特徴、キルティング仕様にしてます。高級感が出ると思いませんかね。一本一本ミシン掛けをして作っています。このショルダーベルトがこのボストンバッグにもついています。これですね、結構こだわってて、この厚みわかりますかね。こんだけ厚みを取って、しっかりとコバを塗って作ってるものってそうそうないと思うんですよ。両サイドにはシルククロコダイルをね、贅沢に使ってつけています。このボストンバッグはね、僕がちょっと思い入れの強いバッグですし、本当にこの希少なね、超巨大なパイソンを使って、今回本当に3本だけですけどお作りするんで、まあ、もちろん YouTube 限定です。なんていうのかな、その人の、まあ、買ってくれた人の人生に寄り添うバッグになってほしいし、まあ、僕と同じようにね、このボストンバッグに愛着を持ってほしい、そういう思いを込めてスペシャルプレゼントですけど、従来ついてるこのショルダーベルトとは別に、この表面だけね、パイソンになったそのショルダーベルトをプラスしてね、皆さんに特別にお送りしたいなというふうに思っています。お手入れっていうお話もあるんですけど、水分っていうのがもしついたらね、ちょっと柔らかい布でその水分を払っていただくようにするぐらいで僕はいいと思います。まあ、製品に気になる点がね、出てきたりとか、まあ、修理をご依頼される時っていうのは、うちの職人がね、全力で丁寧に対応させていただくので、安心してご使用いただければなというふうに思います。本当に今回も3本しかお作りできなくて、この迫力があって表面が面白くて、でさらにこのソフトさですよね。使っているうちにどんどん経年変化していくだろうなというところを想像するとね、本当に僕自身が実は使いたいんです。まあ、せっかく、まあ、あの YouTube でご紹介するんでね、まあ、1本でも多く皆さんにお届けしたいと思って、僕が使うのを我慢して皆さんにお届けしたいなというふうに思っています。概要欄の、ね、URL には今日ちょっとその動画内でお話しできなかった、まあ、このバッグのサイズであったり重さ、それから各パーツの細かい画像もね、載せてますんで、ぜひともご検討いただければ僕は嬉しいかなと思います。またこの動画を見てね、面白かったなと思う方はもうチャンネル登録と、高評価の方をいただけると、また僕もこういうのを開発したいなというモチベーションになるんで、またよろしくお願いします。